はいどうもアキです。サクセスやっていきます。はい、今回は、前回ちらっと言ったかもしれないんですけど、ブロンコを結構主体的に見たデッキでございます。はい、外野手を作ります。はい、ということでこのブロンコ主体デッキというのでいきたいと思います。もうブロンコを入れることを考えて作ったデッキです。はい、とりあえずねこの SR3 枚が全部前イベなんで、後イベのレアキャラ2体でフレンドもだから後イベの今回は友沢を連れていきたいと思います。でもブロンコ入れるからそれをいろいろ考えて、ポジション外も偏らないようにとか考えて作っておりますと。はい、まあ外野手はちーちゃん、自分、矢部くん。はい、ファースト小田切、サードこいつ名前わからん、サイガ、セカンドブロン、本当はねセカンド友沢、ショート小田切がいいんだけど、どうせセカンドブロンコ出るでしょうということで、まあまあまあこんな感じで外野手作っていきたいと思います。はい、精神が足らないっていうこともこれないし、レアリティも高いし、なかなかいい外野手が、スタメンも強いし、いい外野手ができると思うので、割と本気のサクセスというか S ランク目指したいな。はい、でね今回ね正直友沢を連れてきた理由は他にあるんですよね。前イベ後イベの話もそうなんですが、なんかついてるセンス丸とか引いたらやばいんだけど、あ、弱ったり上手ね。まあ初期能力もまあ高いし、いいや、いいだろう。肩はしかもね友沢がコツを教えてくれるから、オッケー、やっていこう。そう、今回ね友沢をその連れてきたのには、あ、体当たりのくつけちゃったよ。まあいいや、友沢を今回連れてきたのにはちゃんと理由がございましてですね、はい、皆さん肩精神理論なるものを知ってますか？はい、知ってますかっていう、僕は正直あまり知らないです。正直あまり知らないんですけど、まあその理由はね、僕そのサクセスめちゃめちゃやってきた人間なんですけど、もうやってきたシリーズが、これ何回も言ってるんですけどね、やってきたシリーズが本当に限られていてですね、はい、パワープロ10、パワープロ6、パワーポケ6、この3つ、特にパワープロ10のサクセスはもう鬼のようにやっています。もう本当に頭おかしくなるんじゃないかっていうぐらい、なんかね多分ね、パワープロ好きの方ならが、まあ、てかパワープロ好きの方がこのアプリやってるんですごく共感していただけると思うんですが、なんかその古いサクセスでも、自分が一番やってたサクセスってなんか1年に1回ぐらいものすごくやりたくなる時ありません？毎年、あー、なんかサクセスやりたいっていう。別に僕ゲーマーでもなんでもないよ、あんまゲームせずに育ってきた人間なのに、あー、もうサクセスやりたくてたまんねえっていう時が結構あるんですよ。まあ、多分皆さんあると思います。でね、そのパワープロ、何が言いたいかって、パワープロ10ってめちゃめちゃ昔のサクセスなんですよ。めちゃめちゃ昔のパワープロなんですね。何年前かもわからないぐらいも昔のパワープロなんですけれども、その時ってね、その、例えばサクセス、その時も6つぐらい選べたんですけど、例えばキャットハンズだと、もともと水木とか葵が出てくるみたいな。で、今回選んだ友沢だと、怒りカイザースだと、怒り守る、怒り進む、友沢、あたりが出てくるみたいな感じなんですけれども、で肩のコツまで教えてほしいから、もうアベレージ取っていいや。でここで体当たりも取っとくと、 OK っていう感じでね、その固定だったんですよ昔は。まあ確かにこのパワフル高校にしても小田切、宇戸とかはまあ固定なんですけど、その固定の人とスペシャルダックができるみたいな感じだったんですね昔は。それがなんかね、最近のサクセスって僕あんま知らないんですけれども、最近のサクセスやってないんで、だからキャラもあんまり分かんないんだよな実際。でちーちゃんはね、ちなみに逆境丸を1回でブロンコ連れてきた精神余るぐらいにできるだろうから、まあ1回でできるあれなんじゃないかなっていうので連れてきました。ムード丸取ろっかこれで。はい、ということで、まあ話がすごい紆余曲折しちゃうんですが、あ、取れない。じゃあ一回あげとこ。本当に話が紆余曲折するな。あ、今回ちなみにスタメン外野手作ります。まあ、話が結構紆余曲折してるんですが、最近のサクセスってこのパワープロアプリみたいなサクセスで、こうイベキャラっていうもの、イベキャラデッキみたいな、おし語るくんのコツナイス。イベキャラデッキ的な感じらしいんですよ最近のサクセスって。まあ要するに何が言いたいかって、そのデッキがあって。こう例えばだから青い、パワープロ10で言い換えると、キャラ持ってたら葵とか水木ちゃんを怒りカイザースにも連れていけるみたいな。まあだから今のサクス、ああもうほんと喋ってると思ってね、今のねこのパワープロアプリみたいな感じらしいんですよ。
だからそのね、得意練習とかをこう自分で操作できるじゃないですか。例えば筋力に固めて、僕も動画に出したことありますけど、脳筋デッキっつってね、ほとんど筋力に得意練習持ってきて、もう筋力だけひたすら上げてパワー S 目指そうみたいな、もうほんと喋ってると打てないことがまあできるじゃないですか、普通に。まあ、最近それが主流なんですか、知らん、最近わかんないですけど、パワープロやってないんですけど、まあそういう感じらしくて、でなんかあれなんだよね、パワープロに課金できるようになったんでしょ。もうそれさ、まあアプリだは課金別にしてもいいけどさ、普通のサクセスに課金ってどうよ。ちょっとこれごめんなさい、覚えてない、あんま最近友達使ってないから。普通のさ、サクセスにさ課金させる、なんかマー君がさ一回ツイッターでめっちゃ反論してて、でもその反論の後にあれだね、今思えばその反論、あんな反論したのにサクセスに課金とかマジないわって言ったのにもかかわらず、今まさかのパワープロのこんな大使みたいなの務めてるっていう、すごいねマー君。また話飛んじったよ。でね、だからなぜ友達を連れてきたかっていう話をしたくてこんなにいっぱい話しているんですが、なんかその最近のだからサクセスの主流は型精神理論なるものが主流らしいんですよ、僕が掴んだ情報によると。で型精神理論ってね、何かっていうとね、型力のコツ確実に掴みたいからパワーヒッターも今取ろう。いつ取るの、今でしょ。あーまだま、うーん、まあ取るか。その型精神理論なるものが主流らしいんですよ。まあ要するに何かっていうと型と精神ですよ。まあ型練習ってこの通り、筋力技術敏捷と、まあ割と均等に、まあちょっと筋力が多いけどくれるじゃないですか。で精神だけ手に入らないと。だからその肩と精神にイベキャラを得意練習をこう固めると、理論上一番いいんじゃないかっていう話ですよね。っていうのが肩精神理論らしいんですけど、まあ、僕は正直そこまでしか知らなくて、まあ確かに理論上は合ってるなっていうイメージとして、まあ印象としてね、まあ確かに印象そうだなって。でも残念、おほら肩すごいんだよこれ。そう、これにだから3人とか被ったらものすごい経験点得られるじゃないですか。だから肩精神理論ってパワープロ好きの人がすごい言ってて、なるほどと、肩精神理論かと。でね、でも残念ながら現状肩を得意練習にしてるイベキャラ、これまあ撮影日4月15日なんですけど、4月15日の今現在だと肩を得意としてるのが友沢つくも、友沢つくも、そしてあとあれだ、キャッチャーの有村、あいつだけなんですね。それだけなんですよ。なのでまあできないこともないけど、有村とかブロック丸のコツまで教えてくれるし、まあどうなのかなって、まあそいつら全員 SR で持ってたらまあできないこともないんだけど、まあまあっていう感じで。で精神は今んとこ野手ブロンコとこいつと、ブロンコと、あ、これどっちにしようかな、こっちかな、ブロンコと小平の2体。まあ野手はね、投手だともう一人嵐丸っつうのもいたり、あ、モーダもいるのか、モーダも精神か、あいつそうか、だから精神も3人いるんだ、そうか3人いるのか、モーダも合わせて。まあなんで肩3精神3でできるんですけど、多分肩4精神2が一番ねバランスが取れてるんですよ、僕が考えるに。これこっちだな、どう考えても。はい、でね、そのだから型精神理論なるものが現状だとちょっと厳しいけど、そろそろあとキャラ、型のキャラがもうちょっと充実すると割と現実味を帯びてくるというか、できるんじゃないかとささやかれていますね昨今。はい、でね、まあ残念ながら今はまだねちょっと厳しいんですけれども、ちゃんとした型精神理論やるのは今は厳しいんだけど、ちょっとやってみようかと。こっちだな、肩精神理論をね。なのでそのまあ友沢とブロンコ、肩精神理論に欠かせない2人なので、ちょっと今回肩精神理論につなげていくためにも少し連れてきてみて、まあ、様子見ではないですがっていう感じです。なのでもうこの段階で次回予告しちゃうんですが、次回予告します。次回無理やり肩精神理論やります。
本当はね肩精神理論やるなら青道高校行ってこういい感じでこう肩にね約束練習とかで固めるのがいいんですが、今はちょっとレアリティとかいろいろな問題でそこまでうまいこといかないので、まあパワフル高校で仮想肩精神理論一回やってみたいと思います。うん、やっぱね何でもねやってみないと分かんないっすよねっていう理論のもと、一回肩精神理論になるものを仮想ねでも絶対うまくいかない、現状じゃ無理っていうことがむしろ伝わったらそれでいいかなって思ってます。現状じゃ無理だということが次回の動画で伝わればいいので、フレンドつくも、こっちは有村友沢、ブロンコ小平で、あともうしゃあないんで精神キャラもうしゃあないんで嵐丸連れていきますという、まあ次回予告をしておきます。でもまあ確かにね理論はね本当に素晴らしいというかその通りだなと思うので、もうそらほら肩すごいんだよね友沢って。さいくらあるんだろう、あのスペシャルダックボーナス結構いいのかな。そんなことないな、スペシャルダックボーナス 60% か、やる気効果アップそんなこともないのにね。これだと51、これだと24、こっちの方が高いと、まあ言った感じで確かに。でもまあだから先に言っとくけど、ちゃんと肩精神理論本当にやる気があるんだったら青道高校一択なんだけど、そもそも肩がもう一枚足りないから、現状そもそも本気のはできないから、本当あれだな、こうやって肩練習続けてやると肩精神理論本当に合ってる気がしてきた。今精神が足りないじゃん、でこう精神が足りなくて、こうそれを精神が足りないのをこうやってメンタルで38も、しかもこれ権限点入れんのか、ブロンコメンタルでメンタル回復しつつ体力も27も回復すると、で次また肩やって、次精神やって、肩やって精神やって、肩やって精神やって、合ってるわこれ。精神で体力回復しつつ肩じゃ得られないメンタル得ていって、肩でまたポイント稼いで、確かに肩精神理論合ってるっていうのが今回ねちょっとつかみたかったんですよ。一つ本当に合ってるのかどうかっていうのをちょっと感覚としてね身につけたかったんで、もうすでに成功しているな、その感覚を得ることに。はい、ということでね、ぜひともね見ていただきたい本当に肩精神理論を。まあだけど精神さん肩さんだとな、やっぱな、そんなに精神いらないでしょ。精神ってさ、しかも嵐丸だと評価上げらんないしな、びっくりも来ないしな、そこが渋いよな。肩精神理論やるにしても今だと、まあ俺がモーダー持ってないからっていうのもあるけどな実際。まあ現状渋い肩精神理論ではあるが、しかしいやでもね確かに青道高校で肩精神理論うまくはまった時はものすごい選手できそうな予感がしています。確かに、うーわ取れねえ、1個片目も取りたい、片目打ち OK ということでね。まあけど本当に多分失敗すると思うから、こう温かい目で見守ってほしいな、次の肩精神理論は。おいおいおい、でねブロンコ連れてきたら精神余るだろうと思ってちーちゃんを入れたんですよ。さっきみたいに逆用のコツ1回で掴んだらちょうどその精神余る分ぐらいがいい感じで取れっかみたいなね思ったんですけれども、まあちょっとブロンコ舐めてたけど割といいな。しかもこれだとさ、アンダ製造機を友沢と木場から教えてもらって、ブロンコと滝本でアーティストのコツも得れるから、アンダ製造機アーティストデッキだね。それでそのこの次の次、アンダ製造機アーティスト勝負師デッキっていうのを使うんだけど、まあだからちょっとブロンコが続きますこの先動画で。あーやっぱりカマカリ連れてきたかった、これのためにねカマカリ連れてくるかどうかも迷ったんだけど、まあまあおっしゃアーティストのこと少し、あーけどブロンコのあれが全然来てねえな、ダメだな、ブロンコのあれが来てないからちょっと取れないかもしれないけど、まあまあまあアンダー製造機アーティストデッキね、これが今
まあ、今このデッキ名をだから名付けるならアンダ製造機アーティストデッキということです。で次は型製心理論のあれを取って、でその次にアンダ製造機アーティスト勝負師デッキもお気づきだと思うんですけど、あのこんな感じにフレンドブーで連れて行ってね。でアンダ製造機アーティスト代打の神様デッキだね。言うならば金徳4つ取ってもう代打で出た時にもうバケモンすぎるだろみたいな選手を作りたいっていうのがアンダ製造機。もうチャンスでこいつ出てきたらもう代打で、誰だろうね、プロ野球でいうとこのどんなイメージだろう。何でもプロ野球で例えちゃうんだけど、わかんないな。そんなに大体アンダー製造機アーティストついてたらそもそもスタメンに入るか。まあまあまあ、という感じのあれをね、ちょっと今頭の中では描いていたりするのですが、肩力のコツ教えてほしいな。そのためにアーティスト、あれで早めに取ったのに、あの2つ、アベレージとパワーヒッターで、これデッキ自体もパッと見結構強いから、セカンド誰が守ってる、ちょっと待って、タイム選手データ、あこれ完璧なやつやってくれてる。ブロンコヘボイから友沢がセカンドで小田切がショートが一番いい、この形、そうそうこの形で出てくれた。でもブロンコのやりくりが低いから多分今こういう形を取ってるんだよね。そうそう、これでやってくれたらもう余裕でチーム力強いから、あ今やっぱ真ん中のスライダーか思った。そうこのデッキも割と更新安定する。この話めっちゃしてるよね最近、甲子園安定させること大事っていう話。あーボール球かー、やっちった。小田切ね、僕いいと思うんだよな。両打ちで守備職人、早球丸で、特に赤の能力もないし赤得もないし、ミートも言うて C あるしね。個人的にいい選手としてもいい選手だと思うんだよね。だって友澤よりも守備はどうなんだろうな、基礎能力は低いけど早球20丸と守備職人やったら友澤より守備うまいんじゃないかと思うけど。でね、もっと言うと本当はセカンドブロンコ、ショート小田切、ピッチャーね友澤が一番いいんだよね。皆さん知ってますよね、もうイベキャラ紹介とかね、いろんな動画でその友澤のあれがすげえって言って、投手能力がすげえっていうあれは見せてると思うので、まあでももう一回見せるか、せっかくだし。そう、パワープロ10時代にはすごくお世話になった、これサクセスオールスターズでこいつをピッチャーで登板させるっていう。まあでもそんなすごい子はないけど、まあピッチャーもできるよっていう話だよね。めちゃめちゃすごいってわけでもないけど、型精神理論で言うとこれメンタルでいいよね、回復できると今日やばくない、メンタル回復量42ってバケモン強いぞ。やばいな、ブロンコ使おうかなこれから。いつもねブロンコ、まあ精神一枠入れたいなと思った時、ブロンコかまあ小平かなんですけど、僕の場合選択肢がいつも小平選択しちゃうんですよ。まあその理由としてはね、やはり小田切とのコンボがあるということでね、36ずつ上がるんでね、びっくり3回分じゃないか、はい、びっくり4回分じゃないかということで選ぶんですが、であいつね特能がねまあよくて割といいんですけど、走塁20丸だけいらないんだよな。あいつアベレージ、内野安打丸、流し打ち、走塁20丸か、走塁丸か。まあ走塁丸がどうかっていうところで、まあブロンコも怪我しにくさだけいらないんだよなマジで。これこっちだな。でちなみにブロンコは、まあ、怪我しにくさいらない話に加えてやる気効果 100% あるので、それは結構いいなと思います。でドゥイット言わせるは自分でなんとかが、で27-27も上がるのか、はい、これね合わせて見ていただきたいんですけど、昨日こうあの昨日じゃねえ、イベキャラ紹介でねブロンコ紹介した時にこいつイベントパワーが謎に高いっていう話したんですけど、やはりドゥイット言わせるですよ、27-27で54、びっくり1回分以上一気にね経験値得られるんで、しかも複数イベントなんですよ、何回か送るイベントなんで、要するに確かにえぐいなっていうイメージありますね。確かに強いイベントパワー、滝本よりも小田切よりも全然イベントパワーが高い、 SR の中でも割と高い方なんじゃないかなイベントパワー。まあ彼女とかはそれはもちろん高いんで置いといたとして、はい型精神理論にのっとっていきたいと思います。型精神
やばい、メンタル1、肩1でも割と肩精神理論聞くってことは本当やばいのかな。肩精神理論、リアル肩精神理論は。ちょっと動画撮るの楽しみになってきたな。おっせえな、これ来るの。これ3回来たらな、アーチスト撮れるんだけど。ということで、本当にいいな、本当にいいな、肩精神理論。こういう時にね、メンタルにね、いるとね、いいんですけど、まあだから精神が何枚かあったらその可能性がさらに上がっていくっていう感じですよね。私、しなきモノマネは今回はいいわ。どうしようかな。技術垂れ波か。ここは肩精神理論というか、まあブロンコもいるし、やる気効果アップもあったからこっち。まあでもね、肩精神理論がいいのはわかるけど、僕肩精神理論やると思ってるね、 SR の。はい、肩精神、えちょっとさ、これやばいな。1体でしょ、1体でこんだけ上がるんでしょ。そう、 なんでこんなに上がってるかっていうと、サイガの技術アップと竹本のあれがあるんですけど、技術アップ、あの筋力アップが、でかつスペシャルダックで、で友沢も筋力アップなんですよね。やばいなこれ、本当に肩精神理論、多分本気でやった時もう今回からすでに肩精神理論だったね。割ともうこの回からすでに肩精神理論は始まっていた。でそろそろ守備とかもろもろ上げていくか。これさ、ほんと強い選手できそうな気がしてきた。割と強い選手ができる気がしてきた。おい、あ、スタメンどういう感じになってるようで、友沢にいる小田切ショートか。違うわ、やっぱりブロンコのやる気が良かったら友沢ショートで小田切がいなくなるんだ。ブロンコな、選手能力がもうちょっと高かったらせめて評価してあげたんだけど、セカンドって本当、セカンドで一番強いのって蛇島かな、小平かな、どっちかな。とにかくね、中之島と友沢のねポジションがね、あのあいつらショートもセカンドもできるんだけど、であの中之島に至ってはサードまでできるんだけど、こいつらが正ポジション2塁だったらやばかった本当に。まあショートでもいいけど、そうショートがね、ほんと前にも絶対言ったことあると思うんだけど、ショートが有能な選手多すぎるんだよね。まあそれ当たり前だよね、花形ポジションだし、一番うまいやつ、一番センスいいやつがショートやるっていうのは、まあ野球のね決まりというかあれなんだけれども、これがいらないんだよ。おい、どうしよっかな、放って帰ろうかな、メンタル持ち欲しいし。でこれでも21、11、11とね、ちょっとだから筋力がやっぱり多めになるなっていうのはちょっと気になるけどね。ちょっと筋力多いんじゃないっていう話ではあるんだけど、肩精神理論をやった場合に、まあまあまあ、そこもそこまでは気にならないかな。これ肩ってもう一回来たら変わるのかな、あれが。それにもよるんだけど、まあ多分騎馬にも勝てるんじゃないかな、波動にも。言うて友沢もね、久しぶりに友沢をデッキに入れたけど、あやばい、久しぶりに友沢をデッキに入れたけど、あいつ S だからな、評価。それに強いよな、あいつ難しいんだよな、本当に難しいんだよホームラン打つの。やばい、これ負けたくない、本当に負けたくないんだけど。うわー、スライダーか、しかもフェアだし。ちょ頑張ってくれ、マジで頑張ってくれ。やっぱ騎馬が強すぎるな、本当にホームラン打たないと。あ、これ違うか、カーブじゃなかったか、これカーブじゃない。はい、オッケー、場外ホームラン、おっしゃ、やっぱ強いわ、やっぱ強いわ。ちょっと前言ってこんする、やっぱ強いわ。今あれだね、ネクストバッターサークルにサイガがいたね。
やばい、サイガーより評価されてんじゃんこいつ。渋い渋い渋い、やばい、粘り打ちついてるよ。これカーブだった、やばい。オッケー、スクリューかカーブか。ちょーちょー、もう一打席ヒット打ちたかったね。ちょー、経験点マックスじゃないじゃん、それは卑怯いわ。デッドボールは卑怯みたいなとこあるわ本当。まあしゃあない。なんだ、今回からまさかの型精神理論になってしまったよ。メンタルでもいいんだけど、本当にかいすごいな、メンブロンコちょっと見直したわ。こんなに精神上がるとは思わなかった、1回の練習で。これブロンコいないかな、いないか、やっちゃえ、おっしゃ、勝った、肩のコツ、肩のコツ、肩のコツ、頼む友だわ。ナイス、やばい。で次メンタルとかにいたらもう発狂する、もうスマホ投げるレベルに発狂する、やばい。本当にめっちゃいい、てかこのデッキがいいのかな、もっと言うと。このデッキが実は良かったりするのかな、このデッキ自体が。そしてアーティスト取れるかな、とりあえず肩こんなもんにしといて、あとアーティストとか取ってみるか、もろもろ頑張って。アーティストは取りたいな。で肩上げるなら肩守備じゃなくて、で精神ちょっと余ってるな、やっぱり、やっぱりそうだな、精神1キャラで、精神キャラ1つだけでこんなに上がるんだったら、どう考えても肩精神やるんだったら肩4精神2だな。だから俺の場合は小平と、あやばい、取るな取るな、危ねえ。やっぱ小平ブロンコでフレンドつくもで、サブが友沢と有村ともう一体って感じだな。やばい、なんでこんなたまにど真ん中投げてくるの、コンピューターバカなのかお前は。で頼むよ頼むよ、勝とうよ。まあデッキ強くはないか別に、ブロンコが入ってる時点でデッキ強いとは言えないか。イベキャラで埋めりゃいいってわけじゃないからね別に。まあパワフル高校のデフォの選手よりは強いんだろうけど、それにしてもな、ブロンコって最近セカンド誰守ってたんだ、カマカリか、最近のデッキだとずっと守ってたの。もう最近喋りながら全然ホームラン打てるからね実際。そうか、カマカリ結構強いもんな、阿部飛流し打ちローボールヒッターか、で BC とかだったっけ。はい、でここでメンタルにいたら肩精神理論なんだが、あいないわ、あけどいたわ。 OK で次もメンタルにいてほしい。うん、アーティスト取れるかな、ギリギリ取れない。まあじゃあ肩一つ上げて、とりあえずじゃあ補給も上げよう、でミートも持ち上げたいから上げよう。うん、とりあえずこれでいこう。じゃ、普通にやばい、普通に強い選手になった。うん、でももうちょっとね、安打製造機友沢も来なかったし、騎馬も来なかったしっていうとこだけが唯一渋いかな今のところ。送球もこっち来てないかまだ。まあいろいろ渋いけど S ランクは多分取ったなこれ。あーやっちまった、今のはちょっと詰まった。いかんいかんいかん、気合い入れていこう、気合い入れていこう、経験点マックスで取らないとさすがに。なんで自分でずらしちゃった今、ミスった、マジミスった今の、バカだ、本当にバカだった今の。よし、これもうホームランだ、もう、あ、葵ちゃんだ。そう、葵ちゃん短期ついてるからね、入ってほしいな。やばい、経験点マックス出られないこれ。もう一打席来い、もう一打席来い、めっちゃ打てめっちゃ打って、8回で回ってこい、もう一回。うわー、やったー、ちょっと集中力切れてた今。あ、マックスに、けどまあ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 近い、まちょっとメンタルに色。あ、もうこれさ、
もうやっちゃう。おっしゃ。早急のコツは取りたいんだけど。でこれで肩上げっか。まあ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 、こういう感じでとりあえず行っていこう。久しぶりにアーチスト踊った。久しぶりに本当にアーチスト踊った。どんな感じだっけアーチスト踊ったら。打球、おい、まあサクセスは慣れた運だから、もっといい選手できるね多分。これアーチスト取ってるから入らない。ギリギリ入らないか。ギリギリ入らないか。まあ、パワー C だからな、言うて広角もついてるんだけどな。でこいつずっと虹やって呼んでたんですけど、虹谷らしいですねこいつ。フォアボールは渋い。ミスった。しかもそこに友澤走んなよお前。友澤今走らなかった、センター前やんけもう。あ、やばい、これ経験点が本当にやばい気がしてきた。経験点が悪すぎる今回。友澤走んなよお前。よし、これは入るでしょう。なんか安打製造機は割とね、取った瞬間におおこれやばいっていうのが分かるんだけど、アーチストあんま分かんないんだよな実際。え、うわ全然ダメだ。やっぱ内角をセンター返ししちゃいかんわ。もう一打席来い。これでよし、これで満塁ホームラン。さよならや、さよならホームランや。あ、本当に打っちゃった。あ、本当に打っちゃった。本当にさよならホームラン打っちゃった。完璧すぎた流れが。あ、マックスだ。いいぞこれ。で多分弱取り上手だから多分1位指名来るっしょこれ。おお、やっぱりだ。おお、ほうほう。こうなってくると、あとアンダー製造機取ってたらマジでスタメン選手できてたのにな。ミート S にしちゃった。なんか勢いでミート S にしちゃったけど、さ筋力余るじゃん。筋力の余りってどうにか解消できたっけこれ。なんかで、あ、回収でもやっぱなんか気持ちいいからこうしよう。気持ちいいからミート S にしよう。肩を本当はもうちょっと上げたいとこだけど 10% オフだったから。あとなーミート、もうちょっと技術があったら肩 D もいけたんだけど、肩もうちょっと上げたかったな本当は。でもまあまあまあ、でもまあまあの選手。久しぶりのアーチスト。でもやっぱりここ早急20までついてないなっていうのが痛いから、ちょっとまあスタメンには、そう最近外野手もほぼ完璧だから、ちょっとスタメンは厳しいけど、まあまあでもそれでも S ランクは来たでしょうと。こういう選手の方がね、ちょっとこっちの方がやっぱ強いから、一見入魂やっぱ彼女の偉大さが分かるなとなってくると。今作ったのこれか、違うわ、こいつか、違うか、こいつか、あれもしかして S じゃない、なんていう名前だったっけ今作った選手。こいつ、あ、こいつだ。あ、残念ながら中田総理には勝てないけど、まあまあでも S ランクということでね。うん、まあということで、要するに肩精神、今回もなんか半端な肩精神みたいな感じだったから、で今ので多分ねコツが来てて、
安打製造機とか取ってたら割とスタメン入れたから、もう安打製造機来ててミートを A にして、ミート A で抑えて安打製造機取って肩を D まで多分上げれてた。そしたらまあという感じでね、あの要するにまあ今回はブロンコやっぱすげえなっていう、ブロンコ一体でメンタルあんな回復あれするんだなっていうのがやはり今回のサクセスで一番伝えたかったことなので、まあ、ブロンコ最後に出して終わりたいと思います。イベキャラ紹介の方もね、ぜひ合わせてご覧いただきたいです。はい、ということで、ブロンコこんな感じです。今回ね、怪我しにくさを教えてくれなかったのも良かったですね。はい。で、特異質練習率アップ 10% っていうのも結構大きいと思います。スペシャルダックも 80% か。特異練習、メンタル12。ああ、すごい。これはまあ、やはり、いいですね。肩精神やるときなんか今後使っていけそうな気がしました。はい。ということで今回はブロンコを中心に見ていって肩精神の話もできて S ランク選手できたので、まあ良かったと思います。ということでご視聴ありがとうございました。概要欄の方に過去のサクセスの再生リストを貼っておきますので、そちらから他の動画もお楽しみください。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。